バトゥミ共和国は現在のジョージア西部バトゥミにかつて存在したイギリスの海儡国家。バトゥミを更新するイギリス軍1919 19年時点の勢力図。当時イギリスは南カフカ、スイッタイを占領していた。バトゥミは1878年に結ばれたサンステファの条約によってオスマン帝国からロシア帝国へ割上された。 その後に勃発した第一次世界大戦では、オスマン帝国とロシア帝国は交戦した。その最中、ロシアでは1917年の革命によって、訂正が打倒され、国内は政治的混乱に陥った。そのためロシアは1918年3月3日に、ブレストリトフスク条約を中央同盟国と結び、戦争から離脱した。 同条約では、バトゥミ周辺の放棄が明記されており、オスマン帝国軍は1918年4月14日に、バトゥミを併合した。革命の混乱時に、ロシアから独立を宣言したグルジア民主共和国は、休戦を認めず、オスマン帝国と戦闘を続けたが、6月4日のバトゥミ、平和条約で終結した。こうして、オスマン帝国は、バトゥミを支配下に置いたが、 12月25日に連合国のイギリスにバトゥミを占領された。イギリスはジェームズ・クク・コリス少将を知事に任命し、軍勢を敷いた。また、バトゥミ議会が設置され、1月12日にバトゥミ共和国として独立宣言を行った。しかし、4月14日にバトゥミ議会は解散となり、独立を失った。イギリスの目的は石炭に変わる。 次世代燃料として注目を集めていた石油であった。当時世界最大の油田であったバクル油田と積み出し、港のバトゥミを結ぶパイプライン一体を占領し、これを支配しようとしていた。1920年4月8日にイギリスは自由港を宣言し、バトゥミを国際連盟管理課として、イギリス、フランス、 イタリアの3カ国で支配しようとした。現地住民は、イギリスの占領を快く思わず、グルジアは、バトミの返還を要求した。また、グルジアとは別にボリシェビキはカフカ、ス諸国を攻撃し、勢力を拡大させていった。1920年4月に、バクウが、ボリシェビキに占領され、石油輸送が不可能となると、イギリスは関心を急速に失った。 1920年6月、イギリスはバトゥミからの撤退を決定。7月7日にグルジアはバトゥミを併合した。1921年2月15日にボリシェビキがグルジアを攻撃すると、トルコはイスラム教徒の保護を名目にバトゥミを占領し、2月25日に首都トビリシを陥落されたグルジア民主共和国政府もバトゥミへ移った。しかし、 3月18日にトルコボリシェヴィキ間で、モスクワ条約が結ばれるとトルコは撤退し、グルジア民主共和国政府は国外へ亡命した。以降グルジアはソビエト社会主義共和国となり、7月16日にバトゥミオ首都としたアジャリア自治ソビエト社会主義共和国が設置された。ABCDEFG ビオルン、ベルジュスミアツコ役。世界から消えた50の国。現象防。 ピアニッシモ、235から241、ISBN 978から4から562055845ハットマーシャル、アレックス、ザ、コーカサスアンダーソビエトルール、P89、AB、ジョージア、WORLDSTATEMEN.org、2021年7月15日閲覧、リデルハートセンターフォーミルタリーアーカイブス、 キングスカレッジロンドン2012年9月23日時点のオリジナルよりアーカイブ2021年7月15日閲覧 AB アゲリアワールドステートマンログ2021年7月15日閲覧 AB バツミトラベイルズオブザシティシビルゲ2021年7月15日閲覧ありがとうございます